落石、落石とは、山の斜面や崖から、石が落ちてくること。また、落下死体し体時、岩海等も、落石という。落石は、様々な要因で起きる。表層堆積物、火山噴出物、固結度の低い砂礫層の中の岩海、礫が、表面に浮き出して、斜面を落下することもある。岩石の不連続面、岩盤中に発達する、節理面、変理。 総理等の荒れ目が拡大して、眼界や歴が剥離して起きることもある。剥離しやすい状態の石、眼界に人が触れたことで落石を起こすこともる。大雨で地盤が緩くなると、より一層発生しやすくなる。山では、それなりの頻度で自然に落石が発生している。よって、登山時には、特に前触れもなく、石が、髪型から転がってくることがある。落下してくる。 石の大きさは様々で、小さいものでは数センチメートル程度に始まり、数十センチメートル、そして大きいものでは数メートル程度まで様々な大きさのものがある。小さいものは頻度が高く、大きいものは頻度が小さい。一つ一つの山の地質にもよるが、数センチメートル程度のものならば始終起きており、数メートル級は滅多に見られない。 落下する石や岩界は不規則な形をしているので、落石の多くは斜面を不規則にバウンドしながら転がってくる。一つの落石が斜面の別の石に当たり、連鎖反応的に複数の落石に拡大することもある。斜面の斜度と石が転がるスピードによるが、速度が増すと、わずか1 0センチメートル程度の石でもかなりのエネルギーを持ち、 落石が人を直撃すると深刻な怪我を引き起こし、特に頭部や体幹部などを直撃することは命を落とす結果を招く。数十センチメートル数メートル程度になってくると自動車のボディを貫通するくらいのエネルギーを持ち、それが人を直撃すると人は吹き飛ばされ重傷を負いあるいは即死する。例えば富士山の森林限界の上では、 樹木がない斜面が延々と広がっており、落石が始終発生していて、一旦転がり始めると、相当のスピードのまま、大抵は何百メートル数キロメートルも転がり続ける。しかも、富士山の場合は落石の頻度が高く、またサイズの大きな落石、転石も多いという特徴があり、数メートル級の大きさの落石、転石ですら、日常的に目撃されいる。 富士山の5合目の駐車場では、ある頻度で落石によって、車が破壊される被害が発生している。2009年には、5合目の駐車場に停車していた、キャンピングカーのボディを貫通し、中にいた人に直撃し死亡させる事件も発生した。登山の解説書などでは、登山中は、落石に注意すべきだと、また自分が落石を引き起こさないように注意すべきだと、書かれている。 狭い登山道で登山者の靴が触れた石が落下し、下にいる登山者の頭部に当たる、というようなことは、簡単に起き、小さな怪我程度の事故まで含めれば日々発生している。大きな落石を起こすと、他の登山者の生命を奪ってしまうことになりかねない。また足場の悪い場所にいる登山者を直撃すると、落石自体で命を奪わない場合でも、滑落を引き起こして、命を奪ってしまうことがある。 自分が落石を起こした場合や、歩行中に落石を目撃した場合は、大声で、落石、や、ラーク、と叫んで、周囲の人に知らせるべきである。落石、や、ラーク、という声を聞いた場合は、慌てずに、冷静に周囲を見て、安全な場所へ避難する。慌てて逃げて二次落石を起こしてはいけない。落石に遭わないようにするコツは、 自分の足元にばかり注意を向けるのではなく、自分の上を行く登山者の動きにも気を配る、ということである。特に、富士登山では、人為的な落石も、相当に問題になっている。富士登山は、登山初進者の割合が非常に高く、彼らの中には、ある一定の割合で、わざわざ登山道を外れで、今にも転がり出しそうな石散乱している斜面を、登ろうとする者がおり、 彼らが落石を多発させ、毎年何人もの登山者が被害をこむっている。そのため、富士登山道には、登山道の外を歩かないでくださいといった内容の板をわざわざ掲示しており、また、下記の富士の山小屋のスタッフたちも、そうした不心得な初心者たちを発見した場合は、拡声器などで呼びかけるなどして登山道へと連れ戻す、ことを繰り返している。山の駐車場に車を停めて、 車の中で寝ている状態で落石に遭うという事故もある。運が悪いなどと言って済ますのではなく、周囲の地形によって落石が起きる確率は異なるので、あるから地形を考えて落石の危険が少ない場所を選ぶとよい。台湾の玉山は年番岩でできており、それもかなり脆い粘板岩で指でつまむとボロボロと崩れてくるようなものなので、毎日のように 山の斜面が崩れ落石が川のように流れるということが起き、大きな音が山に響き渡る。道路周りの落石調査、浮石調査などは、落石調査に関する知識、経験を有する地質技術者が行う。調査手法には直接調査手法と間接調査手法の2種類がある。具体的には、前者の場合、急瞬斜面、岸壁では、特殊高所技術、 校舎の場合、遠望、レーザー三次元測量のような手法を取る。調査時には安全確保のために、上下作業の禁止、落石誘発の防止、墜落防止、特殊校所技術、通行規制、見張り委員の配置などを行う。平面図、正面図、もしくは、長管図。このうち、長管図に表現する手法は、対象域の岩盤、浮石、 天石状況をわかりやすく、かつ的確に示すものである。一方、平面図に表現する手法は浮き石。天石の位置を平面的に理論的には正確に表現できるが、岩壁部では平面図自体の限界があり、的確には示せないことも多い。最近では三次元レーザー測量結果を立体的に表現する手法も開発され、 樹木などによる資格が少ない調査対象などで威力を発揮している。主たる基準とされているのは落石対策便乱であり、本文において安定状態との表現で1から5の5段階の安定度評価が示され、さらに参考図において安定度との表現でランク AA、ランク A、ランク B、ランク C の4段階評価も示されている。 両案を接置する形でのランク AA、ランク A、ランク B、ランク C、ランク D の5段階評価も提案されている。レフタグで本文と結びつけられていて、出典として使っているとわかる文献。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。